はい、はい、こんにちは、地担当の人でございます。はい、2つ目はですね、はい、南キャキャですね、劇ですね。はい、はい、ここはというと、はい、ファーストステージの2つ目ですね。はい、南キャキャ駅です。ちょっとたくさん歩いてきたので、疲れているので、ちょっと座ったままで失礼いたしますか。南かけ焼きですよ。はい、昔 はどことも交わっていなかったんですが、今は千歳と交わるようになったんですね。はい、それはというと、はい、ここのなんだっけ、ここ名前がでかいな。はい、ここの、バスで南キャキャ西と中平地が千歳と結ばれることになってなってるんですよね。はい、でここはというと当たり前の話なんですが、千歳半田に行ったり長井に行ったりすることができるんですよね。はい、でここから常滑線に行くと、はい、千歳のバスに乗って常滑線に行くとセントリアに行くことができます。はい、それから三田に行っても高速バスに乗ることができ、外の世界とつながることができます。うん、ここも結構乗降客数が多いと思っていたんですが、意外に順位が低くてがっかりしましたね。はい、とりあえずとある動画を見てそう思いました。この辺りもすっごく変わっちゃいましたね。ウプ主が学生の頃と比べて本当に変わっちゃいました。はい、まあこんな感じですかね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、座ったままで失礼しますが、南キャキャ駅でございます。はい。